大谷翔平の MVP に与えられた意外な低評価、MLB 公式が指摘。私たちはきっと多くの間違いを犯す。米大リーグで大谷翔平投手は今季自身2度目の MVP を獲得した。打者として44本塁打で初のキングに輝き、投手としても10勝5敗、満票受賞を果たすほどのインパクトだったが、歴代の MVP と比べた時の評価は必ずしも高いとは言えないようだ。MLB 公式サイトは、最も価値がある MVP、受賞者全員のランキングという記事を掲載。この中で大谷の今季の MVP は19位という意外な低評価を受けている。これによると、今季の大谷の MVP は187人の受賞者中19位で、大谷のシーズンを他の誰かと比べなければいけないのは奇妙だとして、その独自性を指摘。一方で、シーズン最後の月にほぼプレイできなかったことで、最初の受賞より少し評価を下げたとしている。2021年に受賞した最初の MVP は同14位。46本塁打、9勝2敗という数字は、文字通り前例がないとしているものの、この数字は高いように見えるが、さらに伸びる可能性があるとも、大谷のベストシーズンだとは見ていないのが、評価が今、一つ突き抜けない理由のようだ。そんなに低かったのかよ。しかも公式発表って。187のうちの19位って別に低くないような、しかも過去の自分が上にいるし。やっぱりホームランは野球の花形やね。来年は75本を目標に歴代トップの MVP を目指してほしいもんや。怪我がなかったらマジで両方やばい成績が残ったかもな。もちろんタラレバならジャッジとかにも当てはまるけどさ。みんな慣れてしまったんだろう。黙らせるには投打どちらも何かタイトル欲しい。100年以上歴史ある中で14位ってすごいやんけ。サイヤング級の投手成績、本塁打34本で MVP 取れなかった去年が異常すぎる。皆さんはこの記事についてどう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。